左近桜は、京都府京都市上京区京都御苑山の京都御所の代理にある桜。四神殿正面の階段から見て、左にある桜の木で、右近立花に相対する。平安時代の平安系の頃から何度も植え替えられてきており、2018年時点での当大の左近桜は1998年に植栽した山桜系の桜である。 サコン桜という名称は、天井で儀式のある時この桜の方に、左、この絵の陣を敷いたことによる。ナデンの桜とも言うが、桜の栽培品種の高砂や松前早咲きの、別名も、ナデであるため近道に注意が必要である。開花状態で、四神殿と共に移った図元は、梅の木で、寒武天皇の平安京遷湯の時に植えられたが、 上和年間に枯死したため、人名天皇の時に、梅の代わりに桜を植えた。上元十六年に、暴風雨で吹き倒れている。上元年間に枯れたが、その根から生じた芽を、坂上滝守が直命で培養し、再び枝葉が盛んになった。天徳四年九月、代理消失の時桜も焼けたため、代理造営に及んで、 しげ親きしんのうのいえのよしのさくらをいしょくし、後方元年11月、同2年正月の2回にわたりあらため採した。そのあともしばしば焼け、堀川天皇のときに植えたものが最後となった。このときのさくらは、上級元年、みなもとよりしげが、ごとば上皇によってうたれたさい、電車に火をかけて自殺したときに焼けてしまった。よく2年に大々りぞうえいにあたり、 源の光之の家にこの桜から取った種があったため、これを植えた。なお、大大理造営は、翌3年に、上級の乱のために一時中断し、再開したものの安定元年4月に、火災のために造営中の建物も、高校の家から植えた桜も消失した。その後は、里代理をもって、大代理の代わりとしたが、里代理でも桜を植える風習が続いたが、 植える作業を行うのは、左この枝大将というきたりであり、長京元年に新しく桜を植えた際には、時の左大将、この枝なお通りが当たっている。左近桜の枝を折ることは、大罪とされていた。古今著文集巻19が伝える伝説によれば、上限4年1月頃の早朝、歌人の藤原定家が、侍に左近桜の枝を切らせて持ち帰るのを、 犯人たちが目撃した。振る舞いが風流だったので、官人たちは、優雅なことだなぁと思ったが、その噂は、土御門天皇の耳にまで届いた。土御門は、賢春門院放棄に大栄させて、亡き謎との地にとが、胸屋桜うつさむ宿は、隠れしも、世辞という歌を送った。定下は、変化して、 来ると明くと君に使古くじゅうややえ咲く花の影をしぞ、思うと浴びたという。定家の伝説は、真偽不明だが、左近桜を折ったことが、比較的確実な人物は、14世紀前半、五大悟天皇の中宮のだった、西園寺義子である。ある時、五大悟が、左近桜を鑑賞していると、義子の部下がやってきて左近桜の枝を折った。驚いた後は、 妻を自分の前に召し出して、九十の雲井の春の丘秋の宮人以下でおるラムが、どうしておったのだろうかと尋ねた。よしコは変化して、倒らすは秋の宮人以下でかは、雲井の春の花を見るべきの私が、九中の春の桜のように愛しいあなたに、どうしても会いたかったから、と、五大五の気を引くための行為だったことを明らかにし、夫への愛を歌った。 歴史的に、サコン桜は、樹勢が衰えたり枯れるたびに植え替えられてきており、種子や、鳥木や株分けで増殖されてきた。2018年時点での東大のサコン桜は1、木中に花びらを5枚持つ花と6から7枚の持つ花が混在し、山桜の特徴と大島桜の特徴を合わせ持ち、純粋な山桜ではなく、 数世代前の先祖の一つに大島桜がいたと考えられている。当代のサコン桜は2018年時点で他に増殖したクローンがない単一の木である一方で、当代のサコン桜が枯れた場合に備えて、京都御所に植えられている時代のサコン桜には、同一のクローンが、サコン桜として、カ良ラ新宿御苑、国立遺伝学研究所に存在する。 これらは先々代から1929年か、先代から1997年のサコン桜からクローン増殖された桜と考えられ、東大のサコン桜のみ別系統で増殖された桜であると判明している。栽培品種の高砂の別名がなでんであるため、過去のサコン桜と関係があった可能性が提起されている。 ひな飾り平安神宮内にある大極殿を申して、建立された外拝殿にも、左近桜が存在する。また、ひな祭りでひな壇に並べられることもある。ありがとうございます。